きチャンネル。じょ。こんにちは。さあ今日はですね、はい、年末バズったお話の、はい、もっともっと深いお話です。ほー。まあ年末ね、はい、戦力外通告の男たちで、うん、ね、海田投手の抜擢発言で、うん、何でも炎上するんだね。そうですね。抜擢で怒る人は、うん、はい、マックのことをマクドナルドってちゃんと言ってんだそのマクドナルド行こうって言ってんだろうね、うん、ちゃんと、はい、あの私はその内部の人じゃないですけど、うん、取材する立場の人たち記者とか、うん、その人たちでも、うん、やっぱバッティングピッチャーのことは抜擢って普通に略して言ってました。そうだ、本当マックっていうのと一緒だからね、うん、そうですね、うん、まあ、大阪ではマクドっていうらしいけど、ね、マクドですね、うん、あの引退後ねバッティングピッチャーで700万いいじゃんって思うけども、うん、あの時も説明したけどそっから税金いろいろ引かれたら、はい、手取りが500万から555万ぐらいの間になるから、うん、はい、全体的には1ヶ月、うん、だから40万強ぐらいなるわけ、はい、しかも一生ね、うん、はい、上がることないの。まあ、そのやってるその職をしてる限りね、うん、だから俺はもうめちゃくちゃ大変やって言ってるんだけども、うん、だからそのこれはまあどの球団とかも俺もそこまで詳しく聞いた話だから、うん、どこまで整合性あるのか分かんないから、うん、どの球団とか誰とかは言わないけども、はい、そのチームによったら、はい、バッティングピッチャーだけのチームもある仕事が、はい、バッティングピッチャーだけ、うん、もしくは違うチームだと、うん、バッティングピッチャーと広報とか、あ、バッティングピッチャーと用具係だったり、 あとバッティングピッチャーとスコアラだったり、うん、候補と用具係だったり、はい、兼務してるチームとかもあるのね。球団によって違うんですね。そうそう、うん、でこれで、ね、どっちがいいかは、うん、メリットデメリットどっちもあるから、はい、どっちがいいって言いづらいんだよ、うん、だからバッティングピッチャーだけのチームもあるの、うん、でバッティングピッチャーだけのチームだと、うん、木曜日、うん、練習投げるじゃん、はい、バッティングピッチャーで、うん、で投げたらもう次の日移動ゲームだったらもう試合見ないで帰る、帰る、帰宅、帰宅、はい、だからもし東京のチームだったら、うん、じゃあもし違う都市で試合だったら、うん、木曜日泣いた、金曜日泣いた、はい、でも金曜日東京ね関東の球場で主催試合だったら、はい、金曜日朝移動ゲームになるわけだよね、うん、でもそのバッティングピッチャーしかしない人たちっていうのは木曜日の試合その球場で試合前の練習で投げたら、はい、終わったらもう試合も見ないで宿泊しないでも帰ってくる、うーん、東京に、はい、だって試合に携わってないから、うん、泊まったら宿泊費いるじゃん、はい、球団としてはね。あ、なるほど。で別にその朝移動するのもその人たちもしんどいじゃん、はい、だからもう終わったら帰るの、はい、で場所によったら帰ってからでも多分家で試合見れる。あ、そのぐらいの時間ですね。確かに。 でも兼務してるところは、うん、バッティングピッチャーもやって試合中はスコアラーしたりとか、うんうんうん、っていうところに、ね、はい、なるけども、でもしバッティングピッチャーだけだったら、うん、投げれなくなったらクビだから、うん、あとストライク入らなかったらクビ、はい、だから2年とかでクビになる人いるから、うん、一瞬で、はい、だからみんなね、あの時もそうだけど700万いいじゃん入った方が良かったのにみたいな感じで言うけども、うん、これプロ野球選手は引退するときに戦力外選手って名前全員出るから、はい、誰が辞めだって分かるじゃん、うん、誰が入ってくるのも分かるじゃん、はい、浦方さんって入る人も全員分かんないし、うん、辞める人 100% 分かんないでしょ。確かに分かんないですね。入ったときにね、うん、今年からスコアラーなんとか選手、うん、引退後すぐスコアラーになりますとか、はい、スカウトになりますとか、うん、バッティングピッチャーになりますって結構報道してくれるし、はい、各社ね新聞とかメディアとかで引退後の進路みたいな、うん、書いてたらそこにブルペンキャッチャーだったりとか広報だったり書いてるね、はい、とこもあるから入る人は分かるけども、うん、バッティングピッチャークビになりましたってニュースなくない？ないですね。ブルペンキャッチャークビになりました、スコアラークビになりました、うん、スカウトクビになりましたってニュースないじゃん、うん、いつまでやってたかとか分かんないですもん。分かんないでしょ、うん、みんな入るときばっかりいいじゃんって言うけども、はい、2年でクビになってるやついっぱいいるからね。うーん、地獄よ。そうですね。それだったら、うん、最初からもう入んないで、うん、違う職探した方が圧倒的にいいよ。あ、まあそうですね。でその浦方さんも、うん、まあ、その派遣社員とか契約社員みたいなもんだから、うん、みんな1年契約だし、うん、で1年ごとの契約更新しなきゃいけないし、うん、だから来年職があるかどうか全員不透明だからね、うん、あ、そうか。そうなると、うん、子供に一番お金がかかる、うん、50代ぐらいになった時に首と隣り合わせになる、うん、しかも抜擢だけとかだと投げれなくなったら終わりだから、はい、だから痛くても痛いって言えないからね、うんうん、選手以上に痛いって言えない、はい、へえ、
そうか、痛いって言った瞬間じゃあ違う人にすればいいやってなっちゃうから、でそれが続いたりして投げれなくなったらクビになるじゃん、はい、だって投げることしかなかったら、うん、だから痛いって言えないんだよ。だからめっちゃ選手以上にロキソニンとかめっちゃ飲んでる、うん、へえそうなんだ。確かにものすごい球数投げますもんねやっぱり、うん、それなのに、うん、マッサージとかしてくれないからね。そっか、球団によっては、うん、まあ、マッサージしてくれる球団もあるかも分かんないよ、うんうん、もしくは時間が空いたらしてくれるかも分かんないけども、うん、トレーナーは選手についてるから、うん、スタッフの人の治療とかしてくれないよ、はい、だからその機材機器とか使ってる電気の機器とかを自分で貼って、うん、そのケアしてる人たちはいるけども、うん、痛くても座薬のボルタレンとか入れて投げてるからね。そんな状態なんですね。だって休んだ首で、うん、そっか、超過酷よ、うん、バッティングピッチャーも。そうですね、うん、なんかそれを聞くとバッティングピッチャーって元プロじゃない方とかもいるんですよね。そうそう、あのチームによったらいる、うん、ブルペンキャッチャーとかもロッテでも、はい、社会人野球はしてたけど、はい、元プロじゃない人もいる、うん、でもこれ全員じゃないけど、はい、元プロじゃない人が来ると給料安いからね、はい、ああそうなんだ。へえ、でももしかしたらそのプロ野球選手じゃなかったけどその NPB プロの世界に関係を持った仕事をしたいって思いで入ってくる方とかもいるかもしれないですよ。そういう方々はそれにすごくやりがいを感じて、うん、そのまあお給料がいくらでさえなんかこう楽しい、うん、プロに向かって投げられるとか、うん、そういう思いがある方も中に私は絶対いると思うんですけど、うんうんうん、元プロを経験した方がそういう全然違う状況に置かれたら、うん、やっぱりすごい苦しいだろうなっていうのは思いますよね。でもなりたい人の方がほとんどなんだよ。あ、元プロでもだから、うん、多くの人がスタッフになっていくじゃん、うんうん、なってきますね、うんうん、だから多分やりたい人の方がほとんどだと思う。あ、そうか、でも元プロ選手でもやっぱ入りたいとは思うのか。楽だからね。あ、まず人間関係リセットしなくていい。そっか、うん、ただ持ち場が違うだけで同じ会社だからね、はい、要は部署が違うだけだから、はい、いわば、うんうん、選手部だったのが裏方部になるだけじゃん、はい、だから会社の中一緒だから、うん、人間関係まずもう一回構築しなくてもいいから楽、うん、でやること変わんない、はい、基本的に、まあ、ピッチャーだったら投げるとか、うんうん、キャッチャーだったら受けるっていう、うん、その試合じゃなく選手としてやるべきことじゃなくなるから、うん、そのサポートとしての仕事だけども、はい、やるべきこと変わんない、うん、で高卒大卒で社会に一回も出てなかったら、うん、そこから何ができるか不透明だから、うん、社会に出ていく怖さの方がもうかなり大きい、まあ、新たな職見つけるってなるよりはじゃあ今と同じところにいようっていう、うん、で野球界もそうだし、うん、それを周りファンの人もそうだけど周りの人たちも引退後も野球界に残るのがヒエラルキーのトップやって思ってる人たちが多い。うーん、だから戦力外になっても球団から声がかかる人の方がいいっていう認識ない。コーチ裏方の方が上っていう認識ない、チームを離れるより。ああ、なんか上下であんまり考えたことなかったけど、あ、コーチで残るのすごいじゃんって思わない？やっぱりそこそこちゃんと球界で活躍してあと球団とも関係が良好だったんだなって私はすごい思っちゃう、うん、でも他の球団にコーチとかもあるじゃん。あります、ね、他の球団の裏方もあるじゃん。あ、そっか、うん、別にそのチームじゃなくても、はい、で野球界に残る人の方がいいじゃんって思わへん、そのニュース見て。あ、よかったじゃんって思わへん。まあでも、うん、残ったんだって思います、うんうん、だから結局そういう認識の人たちが多いのよ、うんうん、だから残ることが大前提でよかったと思ってるから、うん、でみんな残ろうとするのよ、うん、だって多分 70% ぐらいがチームに残るからね、60から70ぐらい、戦力外になった選手たちがね、はい、でも残るんだけども、その 60% から 70% がじゃあずっと残るかっていうと残らないんだよ。うん、2年でクビになる人もいれば10年20年やってる人たちもいるし、はい、まあ、それは分かんないけども、うん、ロッテで俺が見た場合でいうと用具係の人とか、うん、ほぼ休みないからね、シーズン中。だからもし月曜日が休みじゃんね、はい、うん、じゃあロッテの場合、うん、日曜日札幌で試合しました、はい、で火曜日からマリンで試合ですってなったら、うん、荷物は帰ってくるわけじゃんね、はい、そしたら選手は球場行かないけど、うん、スタッフの人は月曜日荷物搬入されてくるから、うん、荷物下ろしに行かなきゃいけないから。あ、そっか。でそしたらもう月曜日休めないじゃん、はい、でもしくは金曜日移動ゲームですってなったら、うん、もう超早く行ってるからね。へえ、木曜日の荷物出しするじゃん、はい、球団から荷物出しするからその時もいなきゃいけない、うん、で金曜日ビジターチームの荷物出ししなきゃいけないじゃん、うん、選手よりも早く移動して球場行ってるからね、はい、先ので、荷物を下ろして、はい、でそのね、そつなくミスなく忘れ物なくやってるかとか、うん、あとユニフォームとか、うん、ランドリーとか、うん、
もやってたら、うん、ほぼほぼ休みないらしい。へえ。もうシーズン中休みないんだ。だって行かなきゃいけないじゃん。そうですね。だからマリンマリンだったら休めるね、うん、ああまあ確かに、うん、月曜挟んでマリンマリンだって休めるかもしれない、うん、そんなの月1回ぐらいしかないから。そうですね。でこれもう一個最悪なのが、うん、はい、マリンマリンで休めるのに、うん、その時にチーム練習しだしたら休めないから、うん、月曜日に練習しようとなったら、うんうん、でピッチャーが練習したりするじゃん、はい、ピッチャー連だけとか、そうなってだからみんな順番で休んだりするらしいんだけども、うんうんうん、それぐらいきついのよ。へえ。でバッティングピッチャーになるじゃん、はい、月曜日試合ないから休みだと思うじゃん、うん、でもチーム練習するって言ったら休めないからね。そうです。え、じゃあこのオフシーズンがやっぱり今休みって形になるんですかね、4係の方も。基本的にはね、うん、でもこの1月なんて選手と同じような自主トレして、うん、2月1日からいきなり30分ぐらい投げなきゃいけないって。そうか。だからもうバリバリこの1月から仕上げていかなきゃいけないわけ、うん、はい、自分の体力も作らなきゃいけないし、うん、トレーニングもしなきゃいけないし、はい、っていうところでシーズン中に比べたら楽だと思うけども、うん、シーズン中はかなりハードやと思うよ。まあ、給料見合ってないと思う、うん、やってること、うん、でもなんでその給料が高くならないかっていうと、需要より供給の方が多いから。あ、そうか。やりたい人の方が多いから、球団は別に、うんうん、上げる必要ない、うん、でこれをまだ20代とかだったら、はい、いや他の仕事もあるじゃんと思うけど、うん、40、50代ぐらいになって辞めれないからね。そっか。他の仕事なんてないじゃんね、うん、なかなかね、限りが出てくるわけじゃん、うん、だから需要より供給の方が上回ってるから、うん、球団側もあこの条件で嫌なんだったらいいですよ。そっか、やりたい人他いるからってなっちゃうね。そうそうそう、そしたらもうやるしかないじゃんね、うんうん、で、めっちゃ半ばもうハードワーカーみたいな、うん、で、兼務の人はね、試合中投げて、うん、終わったらスコア出してみたいな、はい、で、スコアまとめて、うん、ミーティングして、うん、投げてみたいな、うん、でもそれいろいろやってないと、うん、何かができなくなった時に、うん、他が仕事あったらクビにならなくて済むけども、はい、1個だったら何かできなくなったらクビになるわけじゃん、うん、だからかなりきついと思う。そうですね。みんなね、休みの日とか練習しろって言うけども、うんうん、トレーナーとかもっと地獄よ、うん、トレーナーの人とか、はい、キャンプとかになるじゃん朝もう7時ぐらいから稼働してるんだよ、うん、だって練習行く前に、はい、選手がテーピング巻きに来たりとか、はい、朝のストレッチマッサージしに来たりとか、はい、あと温めるとか、うん、いろんなことしに来るじゃん、はい、選手が、うん、その練習に向けて、うん、でそれが早出に行けば行こうともっと早くなるわけよ、うん、指導が、うん、でそこから試合前の選手の準備して送り出すじゃん、はい、で今度球場行くじゃん、はい、で球場行って、うん、その何かに故障がある選手とかを見ながら観察しなきゃいけないじゃん、はい、でもし何かあったら駆けつけなきゃいけないじゃん、はい、で練習でやるよね、はい、で終わった瞬間から12時超えるまでエンドレスマッサージしたから、うん、うわーしんどいな、トレーナーさん。だって4人しかいなかった、うんうん、4人で20人ぐらい相手しなきゃいけないんだよ、はい、マッサージに来る、うん、だからその俺は現役の時でも、もう上になっていけば、じゃあ食事前にみたいな、うん、もうだからもう4時とか5時からマッサージ始まってるから、はい、ご飯食べてるんですか夜ですか、うん、だからその30分とか1時間だけ食事タイムがあるけども、はい、だそれ終わったらまた始まるから、うん、はい、だから多分7時から8時ぐらいまでが食事タイムなの、先生たちの、うんうん、でそれまでは4時から6時まで1人1時間ぐらいするから、はい、だからそれやるじゃんね、はい、でご飯食べるじゃん、うん、で僕は8時から次でやってて、うん、若い選手とか、はい、呼ばれるの12時ぐらいになったりするからね。へー、ベテランが先だから、うん、でその多ければ多いほど、うん、その日によって違うからね、うん、多ければ多いほど遅くなっていくわけじゃん、うん、だからもうそんなに遅くなるんだったらやんないっていう人も出てくるんだ、うん、寝たいからね、うんうん、でもだからってトレーナーさんは永遠にやってるわけですもんね。でもだからってトレーナーさんをだからトレーナーバイトの人とかも雇ったりするチームは、うん、そのキャンプの期間だけ、あ長いから、だって10人も雇えないじゃん、うん、はい、トレーナー、うん、球団を抱えとしてそれは1軍も2軍もあるからね、うん、チームに10人いても合コンになるわけじゃん、はい、そうですね。だからキャンプだけ2軍の人が1軍に来たりもするわけ、うんうん、だからほぼほぼ寝てる時間ないよ。へー、大変。トレーナーとか、そうですね。でこれもまたシーズン中月曜日に、うんうん、休日練習とか試合ない日休日練習になってくると、うん、ピッチャーが調整するだけでもトレーナー行かなきゃいけないから、うんうん、トレーナー休みない、うん、だから裏方さんほぼほぼ休みだね、うん、もしチームが動いたら。いや、なんかそうですね、裏方さんめっちゃ大変ですね。そうだから、チームが月曜日練習あるよ、じゃあベテランは休んでいいよ、うん、若手バッティングね、うん、ってなったらバッピの人行かなきゃいけないから、ね、はい、でその中で多分ローテーション組むだろうけど、うん、週に4回しか試合ない日ないのに、はい、うん、その何日休めんのやっていう。そうですね。うわぁ、大変。思ってたより大変ですね。いや、めっちゃきついと思う、うん、そんななんか簡単にできるほどのことじゃない。しかもそれなのに、うん、いつクビになるか分かんないから。11月とかもう不安で仕方ないらしいよ、うん、来年契約してくれるかどうか分かんないから、うん、でいきなりもう、あ、
契約終了ですって言われたら終わりなの、うん、だ本当はあの派遣社員と一緒、本当ですね、今年で打ち込みますって言われたらもう終わりなんだよ、うん、その割にもう毎日仕事が、うん、ずっと、はい、うん、いやでも浦方さんあってこそのねっていうところもあるのですごく大事な仕事ですけど、けどもやっぱり需要より供給の方が多いから、多い、だから俺はコーチも含めて休暇に残らないで外の仕事にみんなバンバン行けと、うん、残んなと言ってんの、はい、うんうん、そしたら供給より需要の方が上回るから、はい、待遇上がるよ、あそうですね、うん、やってくれる人がいないってなったらやってくれる人がいないから、ね、こんだけ出すから、うん、こんだけ休み確保するから、うん、ぜひスタッフとして働いてほしいっていうなるわけじゃん、うん、じゃあそれだったらやろうかな、いやそれじゃちょっとできないんで外行きますって、うん、なんないのが一番ダメなんだよ、そっか、だから俺はそういう風になるためにも外に仕事する人を増やさなきゃいけないと思ってる、でもやっぱり外に初めての世界に出るっていうのは怖さもあるんですよね、あるし、どうなるか分かんないから、うん、みんなね大変だけども、うん、選択として楽だから、うん、そっちを選んじゃうわけ、うんうん、やってることも変わんないし、はい、でもまあそれもしんどいけども選手やってる方がもっとしんどいじゃん、うんうん、大げさに言うと何もないところからその浦方さんの仕事ってなるときついけど、はい、選手やってたからなると選手の方が絶対きついから、うん、やってることはね、うん、だからそのきつさが分かんないじゃんね、うん、でそうやってやらなきゃいけないから、うん、でももっと供給を減らさないと待遇一生良くならないと思う、そうですね、どんどん野球界デフレ、うん、っていう意味ではね、はい、もっとそうだからね、あの海田選手が選ばなかったことっていうのも、うん、俺はもう大正解だと思う、うんうんうん、ご自身の大好きなこうキャンプの関係のお仕事にね、うん、そうそうそう、だからそれをこのね、あの成功に導いていかなきゃいけない、ね、うんうん、家族を養っていかなきゃいけないっていうところではね、うん、そうですね、うん、まあでもね好きなことで頑張れるっていうところはね、うん、休暇を選ぶことも不正解じゃないし、うん、休暇を選ばなかったことも不正解じゃないし、うん、自分が選んだ道を成功にしていくしかないね、そうですね、うんうん、でも浦方さんの大変さっていうのはすごくよく分かりました、そうそうそう、うん、だからそういった意味ではね、うん、どうにかして改善したいっていう思いはあるけども、うん、まあ、どうなっていくんだろうっていう思いを見ながらね今年も見ていきたいなと思います、はい、はい。